明けまして、おめでとうございます。フランク登山家の浜です。今回は富士山の6合目で初日の出を見てきました。最初に地図で説明します。新宿駅から富士海遊に乗ってぐーっと来て、富士山駅まで来ます。ここからタクシーに乗ってぐーっと来て、馬返しまで送ってもらおうとしたんですが、道が凍っててタイヤが滑ってしまうので、馬返しの手前のこの辺でタクシーを降りました。ここから登山開始です。ぐーっと登って、5合目にある佐藤小屋に宿泊しました。で、翌朝、6合目まで登って、初日の出を見ました。で、そして佐藤小屋に戻って朝食を食べました。朝食を食べたら下山です。ぐーっと下山して、ぐーっと富士山駅まで下山しました。で、ここからまた富士海遊に乗って、新宿に帰りました。これが今回持っていく装備です。まずこちらから。これは40リットル防水リュック。ピッケル。ストック。スマホスタンド。ソニーアクションカム。バッテリー。ヘッドライト。ウェットティッシュ。汗拭きシート。ティッシュ。頭痛薬。足がつらない薬。ガーゼ。サングラス。絆創膏。包帯、テープ、紐、消毒薬、割り箸、プロテインチョコバー、F 登山帯タオル、ポンタ、帽子、タオル、手袋、防寒手袋、ゴーグル、フェイスマスク、アイゼン、折りたたみヘルメット、レインコート。これが今回持っていく装備です。3万円あれば大丈夫かな。ご利用ありがとうございました。よし、行ってきます。おはようございます。今日は12月31日朝の7時半です。新宿駅南口に来ています。今回は富士山に登りに行きます。いや楽しみです。やっと富士山でね、年越しができます。毎年年末年始はね、仕事で宿直勤務とか入ってたりしてね、山に登りに行けなかったんですが、だけど今は無職です。山にね登りに行けます。とてもね楽しみです。これから7時半発の富士海遊3号に乗って富士山駅に行きます。電車で行くと4000円、バスで行くと2000円なんだけど、バスはね絶対高速道路渋滞するんですよ。過去でね渋滞を経験してますんでね、電車で行きます。高速道路 2,3 時間渋滞するでしょうね。東日本新宿駅をご覧くださいましてありがとうございます。特急アンダーご利用のお客様にご案内いたします。7時15分発特急あずさ75号松本行きは10番線から発車いたします。ご利用のお客様は10番線でお待ちください。切符はね昨日買ってきました。いやよかった。残りわずか。
今9時17分です。富士山駅に到着しました。ここからタクシーに乗ってね、馬返しまで行きます。富士山駅前です。いや、立派なね、駅ですね。30年ぶりに来ました。タクシーがね、ちょうど富士山駅の入り口前に止まってるんで、あれに乗って馬返しに行きます。今9時50分です。タクシーをね、降りました。ちょっと道が滑るんでね、ここまでです。まだね、馬返しまで、まだちょっと遠いです。30分ぐらい歩けば、馬返しに到着すると思います。一応、スタッドレス履いてるタクシーなんですけど、すごいくる、キュルキュル滑って、これ以上登らないですね。運転手さんにはね、ここまで来てくれて感謝です。今10時20分です。馬返しに到着しました。かなり雪がね、積もってますね。凍ってます。ここに登山届入れがありますね。夏はね、バスが通ってます。すんごい滑るんで、ここでアイゼンつけておこうと思います。もう凍ってて滑る。ここが駐車場ですね。車が何台か止まってます。じゃあね、アイゼンをつけます。今10時半です。5合目の佐藤小屋に向けて出発します。
今11時です。1合目の小屋を通過します。ずいぶん古い小屋ですね。1合目、鈴原アマテラス大神、ね、私は山小屋だったんですかね。今11時45分です。2合目に到着しました。標高1700メートルですね。ここ神社がありますね。ちょっと見ていきましょう。まあ、壊れちゃってますね。お室浅間神社、ちゃんとねまだ管理されてますね。あ、すごいな、壊れちゃってる。こんなとこに神社あるなんてすごいね。里小屋にね向かいます。次は3合目ですね。今12時10分です。3合目の見晴らし寺に到着しました。すごいですね、弁天様、弁財天か。違いですね。ここは茶屋ですね。倒壊してますね。歴史のね、歴史を感じる茶屋。今12時40分です。4合目の大黒小屋あとに到着しました。昔はこういう小屋がねあったんですね。今は小屋の跡はないですね。素晴らしい景色ですね。河口湖かな。もう少しですね。今13時です。5合目夜勤所に到着しました。4号5尺御在師ありますね。なるほど。こっちは5号目御在師って書いてある。昔は宿泊所だったんですね。いや、すごいいいですね。歴史を感じますね。眺めがいいっす。気持ちいい。今日雲が多いんですよね。曇ってるからな。もう少し。
今14時です。5合目の里小屋に到着しました。マイナス3度ですね。冷えてますね。曇っててね、富士山の方は見えないですね。真っ白。ほとりです、富士山5合目。ここは2230メートルです。すごいね、つららができてる。白ですね。残念。今日は曇りですね。じゃあね、チェックインします。無料のおつまみです。しじみ。ね。いかま。今16時です。だいぶ雲がなくなってきて、景色が良くなってきました。河口湖が見えますね。あっちの方は八ヶ岳かな。よいしょ。富士山もね、見えます。山頂がね、見えます。いや、雲がなくなってよかった。すごいですよね、こんな寒いのに女性一人でテント泊。すごいわ。すごいね。今17時半です。いや、月が綺麗ですね。今の気温はマイナス7度。いや、寒いですね。いや、富士吉田の街の明かりが綺麗ですね。日は沈みました。トイレに行きます。寒い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 。白ワイン、このね、あ、すごいね。あ、すいません。一人、一人、こっち来て。もう一人いる？
これは確かに出れない。登れ方、手を上げて、3人。マジで、すごいね。そんな事故全然ないんで、登したら十分気をつけてね。で、危ないとこは本足から上。この下はまあ大丈夫なんだけど、まあ十分注意してください。じゃあ、それじゃあ乾杯しましょう。今日で2022年も終わりますけど、来年2023年に乾杯。乾杯。あ、いいか、あ、でもそうです。ソースください。食べ物ください。トマト食べれない。トマト食べれない。フライが欲しい。なんでも一個ずつじゃください。雑。なんかいきなり体調なんか厳しくなったんだけど。食い物だから。争い。食うか食われるか。あいつあれ、プラグ詳しくいい。お腹空いてます。うまそうだもん。ちょっと貧乏なお家が外食する前に、そう。お前これ食ってけって。次はスタッドレスにしようみたいな。今出せるかな。まずドンキにチェーン買いに行った方がいい。楽しみだね。で、クモとかしてあげるから行ってきなよ。来年は何てことないかもしれない。いい、そのまま滑落して。あれいいよ。けど車も用意してもらえてよかった。確かに。なんとかなるよ。財布なんか置いてくれ。すごいいっぱい。職業の食後のコーヒー。明けましておめでとうございます。新年新年明けました。よいしょ。ワインでも飲むかね。インキャラは一人でワインでもね飲みます。
しょ。